はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。早速ですが、皆さん本当におかげさまで、チャンネル登録ね、5万人を、まあ、ちょっと遅いですが達成することができました。本当に。ありがとうございます。報告というか、まあ、こうやって動画にして報告するのはちょっと遅いんですけど、ちょっとね、まあ、ちょっといろいろあったんで。ってことで、今回5万人いったってことで、ちょっとね、質問コーナーをね、まあ、告知してた通りやっていくんですけど、まあ、画面をね、見て分かる通り、この、ピエロくんとやっていくんで、一緒に、無限さんとね、やっていくんでね、ディスコ呼んでるんで、じゃあ行ってみます。ヘイ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 ブラザートムヘイブラザートムということで、今回はね、チャンネル登録5万人記念、まあ、ということで、おぉすげえ、やっぱおめえすげえよ。ああ、おめえもすげえよ。ということで、まあ、質問コーナーをね、まあ、はい、無限さんと一緒に、まあ、進行。そうですね。まあ、僕が質問を読んで、滝ちゃんがそれに答えると。まあ、そんな感じでやっていきます。似たような形でいきます。さあ、それではやっていこう !GO! じゃあ、まず、滝さん。おー、いきなり、いきなり、いきなり。はい。はい。質問です。はい。荒野を上手くなるにはどうしたらいいですか？荒野を上手くなるにはどうしたらいい？そう、やっぱり ね、みんな聞きたいと思う。やっぱりタキちゃんといえば、やっぱり何十キルとかするし、人力ニーター呼ばれてるし。でもこれはやっぱり上手い人にしかわからない。そう。なるほど。さあ、ズバリその答えは？ですね、まずこの答えはね、まあ単純にプレイ時間を増やすことかな。でもあれですよ、勉強もそうなんやけどさ、勉強ってさ、やればいいわけじゃないやん。ああ、そうだね、確かに。うん、だから、まあそうだね、俺がまあエイム連の動画出したりとか、まあそういうのをね、参考にしながら。ああ、他の人の動画を参考にしながらってことですか？まあそう、まあ要は上手い人たちだね。なるほど。じゃあそんな、まあ上手いタキちゃんなわけなんですけど、うん、続いての質問。はい。はい。憧れの荒野プレイヤー、はい、憧れの荒野プレイヤー、そう、あー、なるほどね、いますよ。誰ですか、ズバリ。それは芝刈り騎士名アブ。もうこれにつきますね。あー、それはなんでなの？いや、もうあいつは完璧でしょ。完璧でしょ。まあ確かに、確かに、うん、いやー、なんかなんだろうな、これやっぱさ、うん、なんていうの、ああいう風に有名になっていったりするとさ、どうしてもちょっとこう人間関係とかで欠ける人とかも多くいるやん。僕のことかな。いや、まあまあそうかもな。やれやれ。まあ、まあ人間的にもあいつはできてるし。なるほどね。まあまあ若い、うん、若い優しいしね、マジで。若いしっかりしてる。いや、ほんと昔から関わってるけどさ、もう3年、4年とかの付き合いだけど、うん、すごいね、なんかね、なんか大人、本当に。でもあいつ俺のことずっとブロックしてるよ。子供？ブロック解除してくれん。うん。まあそれは何らかの理由があるんでしょうけど。なるほど。じゃあ次の、質問いきます。はいはいはい。まあ今タキちゃんといえば、はい、まあピンクの服、これがイメージですよね。イメージ。ああ、ピンクワンワンね。そう、ピンクワンワンイコール芝刈り機滝みたいな。うん。なんでピンクワンワンにしようとしたのかっていうのをやっぱ知りたい人はいると思う。ああ、なるほどね。うん、まあこれについてなんですけど、これはね、まあなんかいい服ないかなって探してた時に、うんうん。え、なんかなんだろう。あ、違う。なんかそのいい服を探すときに、なんか伏せたりするとさ、なんかやっぱ見えないときとかあるやん。マントとかつけてると。まあ、確かに。なんかだから余計な飾りもがないもんで、うん、まあシンプルというか。はい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 。まあこれ結構シンプルやん。ただなんかぬいぐるみかぶってる。まあ確かにね。なんか、うん、でもこう、他とかぶる可能性があるわけじゃないですか。うん。俺は結構ごちゃごちゃしてるやん、俺って。うんうん。これはなんでかっていうと、他と被りたくないからな。やっぱり自分のこう、うん、でもやっぱりタキちゃん的にはまあ別に他と被っても問題はないと。まあそこまで、うん、まあだから、じゃあタキファンはぜひあの、うん、ピンクワンワン来てください。お願いします。まあこれしかもさ、あの買いやすくね、ダイヤで買えるからね。
あ、そうなんだ。うん。で、しかもこれ確かね、何ヶ月か放置すると、なんか運営からね、無料でもらえるんだよね。なるほど。なんか補給物資みたいな感じで。はい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 。だからまあ、まあ、こう手軽に入るし、みたいな感じってことですかね。そう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 。うん。じゃあ次、ついての質問いきます。なんで、うん、まあ、これやっぱ分かれると思うんですよ。右射撃じゃないですか、滝ちゃんって。ああ、はいはいはい。なんで右射撃にしようと思ったんかっていう。まずですね、この荒野行動というゲームを始める前から、まあ、こういうね、まあ、銃で人をボコスカボコスカ撃つゲームばっかやってたんで。まあ MC5、通称モダコン5ですよね、多分それは。そうですね。はいはい。まあ、そのモダコン5の時から、あの、ちなみにこの配置にしようとした一番の理由ってのが、昔ね、荒野行動民ならみんな知ってるこのオジポンさんがね、モダコン民だったんですよ。で、その時初めてあの人がプレイ動画上げてるのを見た時に4歩指、しかも右上射撃だった。はいはいはい、はい。それを見て、俺はかっけーと思ってしまって、あ、中二病感が出てしまったんや。そう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 。なるほど。もう、それから、もうオジポンの影響だね。オジポンさんの影響やな。はいはいはい。なるほど。じゃあ、オジポンの影響で、まあ、右手射撃を始めたと。そうだね。じゃあ、まあ、そのモダコン5からね、アブちゃんとの付き合いがあるタキちゃんなわけじゃないですか。うんうんうん。アブちゃんとの一番の思い出って何かありますか？思い出？なんで二人とも大漁師なの？それな。車持ってないんかよ。ラフェラどうした、ラフェラ。思い出か。そうやっぱまあ付き合いもまあ長いわけや。荒野行動の始まる前からの付き合いなわけやから、うん、やっぱりこう数々の思い出があるはず。でもその中で一番こう印象に残ってる、うん、こう二人の思い出っていうのを聞かせてほしいかも。二人で一番、そうだな、まあこれ荒野じゃないんだけど、うん、まあさっきのそのモダンコンバット5、はいはいはい、っていうゲームで、なんかまあクランで、まあ、出会ったんだけど普通に、気づいたらもう本当になんていうの、出会って1日目だったね確か。1日目で、そう初日ってことね。初日からオールで朝まで一緒に2人でクランバトルしてたら、ああ、それがやっぱ一番の思い出なんや、やっぱ出会った時めっちゃなんかこいつおもろいなと思って。ああ、その頃から面白かったや。そうおもろかった。なるほど。じゃあ次、質問内容をガラッと変えていきましょう。いいっす。パクさん、はい、彼女はいますか？いません。いません。彼女は募集はしてるの？いや、してない。あ、してないんだ。もう彼女っていう概念がいらないんだ。いや、今はまだ僕には早いかなみたいな。なんで？いや、まあ、それはなんかさ、いや、なんかまだこうなんていうのかな、今のまだ俺じゃ彼女を持ったとしても、タキちゃん年齢公開してるっけ？いやしてないな。あ、してないんだ。まあ、まあ一応ね、まだ俺には、でももう42や、もうそろそろや。まあさ、ぼちぼちね、もう行かないとやばいけどさ。なるほど。俺ちなみにタキちゃんの年の時なんか俺毎日違う女連れてたよ。待って、いる無限さん来た。どこ？あ、おるな。全然当たんねえんだけど。何やこのボケ。全然当たんねえ。何だこのボケ。ちなみに俺あと30発だね。オッケー。どっか漁るか。オッケーオッケー。タキちゃんなんか好きな動物とかはいるの？好きな動物、ペンギン。え、引けるよ。待って、引けない。なんで？ナイス。鬼キルスとかかまされたんやけど。誰やってんの、あんたは。いや、俺そんな M 悪くなかったけどな。ペンギンが好きな。ペンギン。なんでそれはなんか理由ある？いや、あのね、ちっちゃい頃、うん、なんか別に動物園とかあんま興味なかったんだけど、あの上の動物園とかある。わかるか？わかるよ。そこにね、親に連れてってもらってさ、うん。で、ふっと見て、一目惚れだよね。こいつ、えぐっと思って。ああ、そこでペンギンを見たときに一目惚れしました。そう、何歳か忘れたけど、多分小学生だと思うんだけど、もうそれ見たときに、
で、しかもなんかグッズみたいなのがあったんだよ、ペンキンの。待って、8スポついてる。しかも俺弾ない。やばい。やばい。頑張れ。ああ。待って、弾落とす。拾って。はい。待って、大丈夫、大丈夫。任せろ。待って、やばいかも。待って、やばいかも。頑張れ。ナイス。ガチナイス。それ弾だけ一応拾うわ。おう。そう、その時に、うん。そのね、上の動物園にグッズ、ペンギンのグッズがあってね、うんうん、それをね買ったんだよ。え、でも自分カエル好きや。いや、そうなのかな。そうなのかな。なんか自分カエルのイメージあるんやけど。いや、カエルのイメージあるっていうかね、あれ多分それ日本ガエルでしょ。日本ガエル。それね、鳥ちゃんがね、うん、あの勝手に決めたというか、勝手って言い方悪いけど。あ、そうなんや。うん。なんかもう日本ガエルでええやんみたいな。あ、タキちゃん自体は別に今カエルが好きなわけでもないんだ。わけでもない。まあでもカエルも可愛いと思うけどね。でもその割になんかあのカエルの今回のガチャのペットめっちゃ頑張って引いとったよ、普段課金せん人が。うん、いや、あのね、それカエルも普通に可愛いけど、うん、あの俺本当はさ、カエルがあの四つ葉のクロバを持ってる。あれがね、欲しかったんよ。だけど当たらなかった。なるほどね。そうそうそう。それが一番の目当てでさ。いっか。そうそうそう。まあ一番好きな動物はじゃあペンギンと。まあそう、ペンギンだね。なるほど。じゃあ芝刈り機とフローラの中で、うん、まあ大体今芝刈り機とフローラ2つを股にかける男なわけじゃないですか。うんうんうん。でその中で一番仲のいいメンバーを1人ずつ挙げてください。あ、芝とフローラ1人ずつってこと。まずはフローラ。え、鳥ちゃんかな。おー、これ鳥ちゃんもね、芝やけど。ん、あー、そうか。そう、まあじゃあ鳥ちゃんフローラの方でと。そう、うん、で、なんてえ、芝はアブよ。あー、やっぱあの子さんメンバーっていうか、まあその公園の前の方の、うん、はい関わりがあるからね。なるほどね。え、じゃあ逆に公園界隈で、うん、一番仲良しなのは鳥ちゃん。あ、すごい、やっぱり鳥ちゃんなんだ。うん、なるほどね。あんまりさ、俺モサの人にそうだよね、絡むってことがないからさ、そうだよ、ね、自分から、うんうん、苦手やからそういうの。じゃあまあ鳥ちゃん、あの最初にさあった質問でさ、うん、あの声上手くなるにはどうしたらいいですかっていう質問をしたと思うんやけどさ、うん、ここでまあタキちゃんプレイ時間って言ってたよ、うん、やり込むべきみたいな、うんうん、じゃあズバリそれはタキさん、多い時に1日何時間ぐらい声をことしますか。ああ、なるほどね、はい、ね、俺がマジで本当必死こいてやってる時は、うん、これちょ冗談だけで、ね、うん、射撃場1日2時間、ノラマッチ多分3時間はやってたな、うん、1日。なるほど。1人でソロスクとかソロクイーンとか。あ、それがあったから今のタキちゃんがあるんだ。いや、多分あると思うよ。もう過言ではないっていうことだよな、うん、おう暇さえあれば射撃場行ったからね。マジでもう暇人やつだったから。いや、それは言ったらもう言わんでええやんって感じやな、マジで。言わんでええやんって感じや。じ、次の質問です。まあタキさんといえば、はいはいはい、あのかの有名な公認実況者、そう、芝刈り機無限を、はいはいはい、産んだ生みの親、はい、なわけじゃないですか。はい。じゃあなぜ無限さんを芝刈り機に呼んだんですか。なぜ、はい、そうだな、まあ初めて無限さんっていうか、なんか質問してる人に言うのちょっと恥ずかしいなこれ。何いやさ、初めて無限さんと会ったのって見るダメや。すいませんミラティブですね。ミラティブなんだけど、はい、まあ、なんか最初誠からさ、なんかおもろいおっさんが配信してるべみたいな感じで、で、お、行ってみようかなみたいな感じで見に行ったら、おった正面、まあ、なんかねすごいね、なんだろう、え、待って、聞こえる。待って、いるよ。来てる。降りてんな、しかも。だいぶ合ってるよ。どこ？外。やった。
ナイスナイス。まあ、じゃあ話戻るね。あのね、ミュージアム行って、うん、このすごいね、とにかくね、なんか楽しそうにやったんだよ。ああ、こういうことね。うん。てか、なんかやっぱさ、そのなんて言うんだろう、テンション高い人ってやっぱ、配信者向きというか、まあ見てて楽しいやん。うんうんうん、そうだから、なんかちょっと関わってみたいなと思いつつ。あ、あの滝ちゃんが自ら。うん。おいは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 い。なんかまあ、ノリいい人好きだし、結構。なるほどね。俺はあんまノリ良くないけど確かに確かにあのそれでまあ関わってみたら、うん、まあやっぱそうなんだろうな、まあ話うまいし、まあそんなことはないけどな、まあ、いやいやいや何言ってるんすか、おめやすぎやすか、まあ、話うまいし、うん、まあこれだったら芝のなんかストリーマーとして、まあ、今後実況していくとかさ、そういうの俺考えたんよ。ああでもまあ言うたらさ、俺ってさ、まあ荒野行動やめとって帰ってきたわけやん。うん、うん、でその時なんか全然まあ知名度もなかったわけや、昔モサルーム開いとったっていうぐらいでさ、うん、そんな知名度自体はなかったやん。うん、そうそう、でもまあそんな俺をこう拾って拾おうと思ったことがやっぱりすごいよなすごいすごいのか。俺はなんかもう純粋に無限さんならいいかなみたいな。ああなるほどね、うん、いやあの日俺たちは運命を大きく変えたよ。そんな日だったなそんな日だった。いやこれ乗れねえわこれ。ちょっと待って、鍵ある。いやちょっと待って、これはやばい。俺幕の鍵を探せ。どこだ。あったあった。まあそんな感じやな。普通になんかもう、うん、人としても問題ないし、うん、いいでしょうみたいな感じやな。ああなるほど、うん、じゃあちなみにまあタキちゃん彼女今はできたことないわけじゃないですか。はいはいはい。女性の髪型はね、うん、ショート派が好きなのか、うん、ロング派が好きなのか。ああなるほど。なんかタキちゃんが好きななんかオタクのアニメ五等分の花嫁ね。ああそう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 で、アニメのさ、うん、その滝ちゃんが好きな子は髪のあれは何なの。あれどっちなんだろう。あれはどっちなの。ロングなのかショートなのか。肩いくぐらいやな。あーじゃあまあセミロングぐらいかな。まあそんぐらいやな本当に。ああ、うん、まあボブが好きなの、それともこうセミロングぐらいが好きなの。セミロングぐらいやな。あセミロングぐらいが好きなんだ、うん、っていうことはまあ鎖骨ぐらいの女の子が好きと。そう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 。なるほど。あれってどっちなの。何があれは何ショートロングどっちなの。いやあれはセミロングやから真ん中やな。いや本当真ん中だよね。ああじゃあまあ続きまして、今やね、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いで YouTube を駆け上がってる芝刈り滝選手は。はい、え、そうなの。もう、ライブ配信をすれば完全にね、チャンネル登録者数はうなぎ登りと。ありがとうございます。まあ、そんなたくさんなわけなんですけど、はいはいはい。有名になるために、はい。どうすればいいですか。なるほど。これ何回かね、配信とかでも答えたことあるんだけど。はい。まずね、まあ、プレイ動画とか、うん、こうめちゃくちゃもうほんと自分の待って痛い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 まあね、自分のめちゃくちゃ自信のある、まあ、例えば紙スナクリップとか、まあ、そういうのをまずツイッターに上げたり TikTok に上げたり。あーなるほど。まあ、キルシュを作ることが大事。そうだね、まずみんなに見てもらわないとさ、その自分っていうのをアピールできないわけじゃん。はい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 、うん、まあそれ正直何でもいいんだよ。例えば無限さんみたいな話がうまいとかさ、うん、まああと荒野がうまかったりとか、うんうんうん、その何でもいいんだけど、まあそのなんか自分を知ってもらうその何か武器っていうのをまず身につけて、そこから超証拠。そうそうそう。え？やばい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 。自分の長所を伸ばすってことですね。そう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 、うんうんうん、まず行動しないとね始まらない。はい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 。じゃあまあそんなうまい滝選手は、はい、こいつと絶対にゲリラに出たら負けない。はいはいはい。ってくらい信頼を置いてる人っていうのは、
取り合う。あ、やはり取り合う。やはりこそこはブレないんだ。うん、まあそこしか友達いないしな。いや言わんでええやん言わんでええやん。じゃあまあそんな荒野ライフにどっぷりのタキちゃん、はい、荒野の楽しいところっていうのを、楽しいところ挙げてみてほしい。なるほどね。まあ荒野行動の楽しいところはまずそうだね、まあ俺もともとさこういうバトロワがやりたくて、うん、で荒野行動がね多分ね初なのかな、出たのが、スマホ版で出たのが初めてじゃない、おーおーバトロワって言ったら。そうだね、うん、がやりたくてさ、うん、ずっと、うん、でまあそうそうなんだけどいや本当にまさにもうバトロワがやりたくてって感じでやって、で人口も多いしさやっぱり、うん、いろんな人もいるわけやん。まあ確かに多い。そうでね、あとね結構さこうビジネスの話とかも大人の人から聞ける機会も増えるし、うん、そうだね、あと人間関係とか学べたりさ、はいはいはい、ネットで学んでるちゃんと、うん、学んでる学んでる学んでるたり、まあいろいろとね勉強になることも多いし、うん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 、あだからそこがいいとこだと。いいとこだね、楽しいところ、楽しいところもそうだね。いやー当てれないいろんな人間がいるけどなんだかんだいい人の方が多いじゃんやっぱり。まあまあ確かにそうだね、彼持ってる人も多いしやっぱり、うん、何ですごい人も多いからな、芸能人もおったりとか、うんうん確かに。まあそういうとこがまあ荒野行動の、まあ、人と人との前とは出会いだよな。そう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 、あまあ俺とお前があのぐらい来てる。マジ重くだったまあ俺とお前があの日出会ったんも、まあ、運命だったと、うん、そうやないうことやな、うん、そういうことにしとこうじゃあまあでもタキちゃんもさ、まあ、そんなさ毎日毎日荒野行動してたらやっぱモチベも下がる時もあるやん。まあそうだね。あモチベを上げる方法っていうのはどういう風に上げてるの自分自身。ああなるほどね、モチベを上げる時、うん、それはね普段の配信とかさ、うん、待ってなんか道路当たってる。普段の配信とか当てれねえ、あの動きあの動きマジ当てれねえな。普段の配信とか、うん、あと動画とかのやっぱコメント欄とかでやっぱ褒めてくれるのって嬉しいやん。でそういうの見て、まあまあ、ね、ああ頑張ろうかなっていう。ああなるほどね、そう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 、それが一番大きいかな。まあファンのその声で頑張れてるってことだよね。うん、が一番大きいかな。なるほど。いやこれ勝てるよ。てかなんでこんななんか大会みたいな感じになってるの通常マッチ。そうだよ。そうだよ。めちゃめちゃ大会みたいになってる。めっちゃ大会みたいになってる。これグレ投げるわ。投げて。いっす。え何マジで。やばい。やりとこねた。うわー。飛んだ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 。もう一枚は？ほらもう一枚いるはずだけど。そこにいないんじゃね？右じゃないの？いや右。あ右いる右いる。右どこでしょこれ？右ってあそっちの右ね。そうそう。勝ちたいな。そうそうそう。当たってるけどどうだろうこれ。扉かな？わかんないな。なんでこんな大会みたいになってるのマジで。それは？ここいる。え？どこ？快速。あ、そっち？そっち？うん。隣に見えた。マンチ来てる。やば。これマジ激アツやん。なにこれ？やばいやん。一回いるよ。俺でか。やったやったやった。ナイスでやんす。いや、おもれ。あと一人、あと一人、あと一人。大会かこれ。大会やん、ガチで。よ、いるわ。あぶねー、ナイスー。いやー、いいね、ベルモン。ナイス。じゃあ、タキちゃん、そんなタキちゃんに、うん、最後に一言、うん、僕から質問があります。はい。タキさん。はい。無限さんに、はいはいはい、一言お願いします。無限さん、ちょっと100万円貸してくんね。
いやありがとうございましたありがとうございました。Lights out, lying in your arms, and these feelings start to change.